金星シリーズは、エドガー・ライス・バローズによるアメリカの SF 小説のシリーズ。単行本4巻と短編1作が書かれたが未完である。アクションに重点を置いた SF 小説。火星を目指して、ロケットで地球から飛び立った主人公、カースン・レーピアが月の引力でコースを狂わされ、漂流の果てに金星に降り立ち、そこで、ドゥアーレイという恋人を 冒険を繰り広げる。異星ならではの不思議な生物、現象が登場。バローズの4大シリーズでは最後のものとなる。他の3大シリーズのうち、異星を舞台にしているという点では、火星シリーズと覆っている。ただし、火星シリーズがファンタジー寄りなのに対し、本シリーズは SF によった作風となっている。具体的には、ジョン・カーターが火星と地球を、 テレポーテーションで往復するのに対し、カンスン・レイピアはロケットを使って宇宙へ発進した。また、火星人の千年に及ぶ寿命と不老に等しい、肉体は天然のものであるが、金星では血成を打つことで、同様の効果を得ている。ただし、火星シリーズの場合も、中盤からマッドサイエンティストが登場するなど、SF よりの作風に変わっている。また、 本シリーズの場合、地球との通信手段は、カースンのテレパシーによるもので、十分にオカルト的な要素も持っている。なお、この能力については、第4巻までは、バローズとの通信に限られていたが、最終作となった、短編、金星の魔法師においては、存分に活用し、カースン自身が、魔法師であることを見せつけている。厚木厚氏は、第1巻の、 役者跡書きで、本シリーズの特徴は、風刺にあると述べており、第1巻、金星の海賊では、共産主義者。第2巻、金星の死者の国では、計画社会。第3巻、金星の独裁者では、アドルフ・ヒトラーとナチスが、それぞれ槍玉に上がっている。また、第3巻の、役者跡書きでは、ナチスを模した、ザニ党が、単なる、 ごろつき扱いになっていることに懸念を示しつつも、本書は、娯楽小説であって、政治批判を考察するのは、不適切という見解を示している。さらに、観光当時の1939年は、ドイツは、ヨーロッパ一の強国であり、アメリカは、まだ第二次世界大戦に参戦しておらず、文老主義を通して、恐怖の利を得ようと目論んでおり、 リンドバーグなどの有力な親なち派もいたと説明し、その時期に当該巻きを観光した勇気を称賛している。日本語版は東京草原社より全後巻が刊行されている。翻訳は厚木厚し、イラストは武部本一郎がすべて手がけている。第5巻、金星の魔法師は短編集となっており、本シリーズ最後の一編、金星の魔法師の他に、 五万年前の男と、最果ての星の彼方に、を収録している。一覧の資料については次の通り。重要なものと、それ以外に区分する。草原版は、エドガー・ライス・バローズ。早川版は、エドガー・ライス・バローズと、表記揺れが存在する。ありがとうございます。